皆さんこんにちは、相馬教役の内田優馬です。はい、今回ですね、このキャラクターのここが一押しということで、お話しさせていただきたいと思います。私の、演じる相馬教の一押しですね、お話しさせていただきたいと思うんですけど、まあ、一言で言いますと不器用な優しさ、はい、というところだと思います。まあ、今日はですね、いろいろな執事がございます。まあ、十二支の中でも省かれて、猫という存在でですね、忌み嫌われているわけなんですけども、そういう生い立ちの中でですね、自分自身に対してのこう存在意義とか、自分というもののこう存在する意味をですね、自問自答しながら、でもそれでもやっぱり人に対して、傷つけたくないとか、そこがあったから、誰かを思いやって優しくできるっていう、そういう、ものを持っている人だと思います。まあ、表現自体はすごく強い表現もあったりするんですけど、でも彼の本心の中では誰かを傷つけたくないとか、そういう気持ちが立って動いたりするんですね。まあ、なかなかこう本当に不器用な方なので、見ている方の中では本当に心配になるとか、なんかそういう風に見てると感じるキャラクターだったりするんじゃないかなっていう風に思います。幸せになってほしいと思う今日この頃でございます。はい、そしてですね、ついに、フルーツバスケットは最終章ザ・ファイナルへと、突入いたします。ぜひですね、今まで第1期第2期と、もう2年に近い、時間皆さんには楽しんでいただいていると思いますけども、ぜひ最後まで、この物語を見届けていただきたいと思います。みんながいろんなものを、いろんな抱えてきたものを、やっと自分の思い、言葉、いろんな形で自分の表現として、確かめて踏みしめられる、そんなファイナルになっていると思いますので、その行く先をですね、最後まで見届けてください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、相馬教役の内田優馬でした。皆様ありがとうございました。